こんな気になるデータがあります。男性女性ともにおよそ7割が相手の男性の肌状態を見ているんです。男性の皆さん、あなたは自分の肌に気を使っていますか？株式会社ファンケル化粧品商品企画部、佐々木秀明33歳。さまざまな商品の開発に携わってきた彼が新たに男性化粧品の企画を担当することに。今市場にあるものとは全く違う独自性があるもの、男性の視点から本当に使えるものを作ろうと考え抜いた末に完成した商品とは。はい、皆さんこんにちは、佐々木秀明です。突然ですが、男性の皆さん、肌のケアをしていらっしゃいますか？今回の調査では、残念ながらテカリやカサつきが気になっても面倒だから何もしないという方、化粧品の香りや清涼感が苦手といった方がいらっしゃいました。そこで私は本当に使えるスキンケアを目指して試行錯誤しながら、これまでにない商品を完成させました。ではまず、なぜスキンケアが必要なのかお見せしたいと思います。僕は今33歳です。商品企画担当としてもちろんスキンケアは欠かしません。年齢を重ねてもきっと渋いナイスミドルになっているはずです。しかし、もしスキンケアをしなかったらどんな顔になっているのでしょうか？そこでファンケル総合研究所監修のもと、22年後の2つの顔をシミュレーションしてもらいました。それがこちらです。こちらがスキンケアをこのまま続けた55歳の私、そしてこちらがケアしなかった場合の55歳の私。こんなに印象が変わってしまうんですね。この違いをユーザーの皆さんが見てどう思うのか、佐々木自ら街に出てインタビューしました。結構違うと思うんですけど、かなり違いますね。目尻とこの、はい、シミとかですね。こっちの方が仕事ができそうなおしゃれな人です、はい、こっちはどうですか？仕事ができなそうな窓際社員になります。5、6歳ぐらいは差あるかなと思って。した方が年齢的に若く見えるって。清潔感があるし、はい、若々しくて、はい、こっちの方がエネルギーを感じます。感じる。だから人相がよく見えるね。人相。まずスキンケアの効果が出てくるのが、シワやほうれい線の深さ、目元のシミなどです。スキンケアをしなかった場合と比べて大きな差が出てくるのが分かります。なぜ差が出るのか。それは、男性の肌は紫外線や毎日のひげ剃りで過酷な状況にさらされているため、自分で感じている以上に負担がかかっているから。清涼感のあるメントールや香料が肌の刺激になることもあります。そして男性はメイクをしないのでシミができやすく、スキンケアをしていないと乾燥から肌のダメージが進み、老化が早くなります。新陳代謝も悪くなり、シワやくすみも出やすくなっていることが分かります。しかし、めんどくさい、めんどくさいのでしょうか？まあ、スキンケアめんどくさいと思うときはですか？好きじゃないです。それは なんでですか？なんかこう剃ったヒリヒリしたりするのが好きじゃない、はい、ああ、なるほど。あと一つにほうれい線が出たり、はい、それからたるんでくるんですね。こう下へ下がってくるんで、はい、まあ所詮無駄な抵抗かなというのがどっかにありますよね。まあ、年齢が年齢なり、今からでも間に合います。あ、そうです、はい、頑張ります、はい、これらの意見から、男性に必要なスキンケアは実はダメージを受けている男性の肌に効果的で、とにかくシンプルに使えることと考え作り上げました。ファンケルメンのフェイスウォッシュとオールインワンスキンコンディショナーです。新しくなったファンケルメン、最大の魅力は洗顔と保湿のシンプルステップ。瞬速でクリーミーな泡が作れる泡洗顔と、一本で化粧水、乳液、美容液が全部入ったスキンコンディショナー。この2ステップで効果的にスキンケアができます。
このファンキルメンは2ステップで効率的なケアができるだけでなく、ひりつかず、さらにベタつきもありません。肌に負担のかからない成分にこだわった防腐剤、香料、合成色素などが入っていない無添加化粧品です。なんかスキンケア、身だしなみ、はい、になるんだと思うので、ある程度はやった方が、うまくからでもやってみようと思いますか？それは思うだろう。こんだけ違いがどんどん出てたら、はい、奥さんにとっても喜ばれるんじゃないかな。いつまでも若々しくいるためにもスキンケアは大切です。早く始めるに越したことはありませんが、肌の細胞は日々生まれ変わっています。丁寧にケアをすれば手をかけた分の効果が必ず出てくるので、年齢を問わずスキンケアをすることをお勧めします。やっぱり22年後はこっちの方がいいですよね。私もスキンケアし続けます。